はい、第3の試練実装ってことで。ということで攻略しますか。攻略しましょう。この番組はブレフロガチプレイヤードクター M ことミササニーさんによる最先端のブレフロ攻略や最新ユニットのレビューをお届けする番組です。で、今回も、はい、まあ、無課金サバーカーを使いたいんですけど、ほい、ちょっと育成が追いつかなかったんで。お、なるほど。あのスフィアとか何作ったらいいのって思うと思うんですよ、うん、思う。で、今回使うスフィア的には、はい、このマルキロディン、マルキロディン、うん、これを複数あると楽になるし、はい、あとあのもう一個ファクトリーのスフィア作成のこの精霊剣ティアット、うん、これが多分一番手頃かな。もう一個ね、上にダイナっていうのがあるんですけど、はい、あれ結構大変なんで。なるほど。これは割と素材もこうなんか、まあ、無課金サブワーカーでも作れちゃうんで。なるほどね。マルキロディンとティアットね。マルキロディンの素材にもティアット入ってるんで。本当だ、ティアットどのみち作らないといけない、まあ、とにかくこの青系の素材を集めれば作れるので、はいはい、それを頑張って作ろう。わかりました、ドクター。はい、ではメインアカウントに焼肉ね。あいさー。はい、で今回もブックに、はい、その専用のチャレンジがありまして、今回は45ターン以内、多分普通 の、 あのチャレンジが50ターンで、はいはい、その称号カラーが45ターン以内、うん、まあ、割となんか長いじゃんと思うんですけど、結構ギリギリで。もう一個ね、このジパーティーに炎、水、木、雷指定してくんね、ほんとね、最近ね。ではパーティー紹介、パーティー紹介、はい、こちらね、あ、これね、50ターン、リンを入れてクリア。ほう。と、光を入れずにクリア。なるほど。ほんとね。やらしいね。え、てか、もうさっきのブックとこれ合わせたらもう、はい、光以外の5属性でクリア1回でできたら一番ハッピーになれる。そうですね。で、闇属性は入れてもいいけど、うん、怖いよねっていう。あー、そっかそっか。そうか、お互いが弱点だからね。確かにね。だからまあ4属性基準でベースに組むといいのかなっていう。はい、なるほど。はい。ではパーティー、まあこんな感じですかね。あー、なるほどなるほど。ザ・貴族星っていうパーティーと、はい、あとはミッション埋めるための4属性と XBB でサーシャとロイが打てるから、うん、その辺組んどこうかなっていう。まあメルキオの時と同じように、はい、そのなんかリード、ルカナ、アーネルの XBB でもいいんですけど、サーシャとロイの XBB って回復があるんで、 HP おー、割と耐久面でいいのでこっちを選びましたね、はい、なるほどなるほど。はい、でフレンドなんですけど、はい、まあ、前回ね、第2の試練で、うん、最強のミサカイ君を使えば、うん、みんな真似できるじゃないですかって言ったんですけど、さすがにね、今変えると、うん、まだ終わってないんですよってなっちゃうんで、はい、用意しましたよ、もう一人最強のサトシをね。最強のサトシね、サトシやってんね、俺やってんね、サトシ。このランクカンスト報酬のトレスラグリス装備の、しかもなんか耐久多めな、わわわわ、はい、これね、みんな使えばいいじゃないですか。サトシ、ウサギ次男、今回もね、すごいランセル、今回は最強セットを使えばいいじゃん攻略でね、割とでもね、真似できると思うんですよね。というわけでサトシをフレンドにして、はい、もう一人は本当はね、これ 5個を使えればあのミセルとかあの辺が強いんですけど、ね、ちょっと闇怖いので、はい、まあ、4個しかいないので、はい、じゃあなんかみんなに効果があって耐久が持てるやつ、はい、それがこのブレフロ兄貴ですよ。兄貴、ほら、攻防 15% アップですからね。ほんまや。で、なんか本人は結構軽く高めっていうね。あ、 BB が5だ、まあいっか、 BB が5だ。いいや。というわけで、まあ、テイラーの兄貴を使いまして、はい、兄貴の ID はブレフロ TLPT をご覧ください。ご覧ください。で、リードがその 10% アップなんで、はい、なんか属性関係なしのパラメータアップ、うん、で、スフィアなんですけど、うん、まあ、サトシが強い、サトシが強い、まあ、ボラスポイントはなんかこう HP と攻撃かな、バランス型かな、はい、で、アーネルは前回も紹介したんですけど攻撃特化で、で、マルキロディン、はい、マルキロディン、うん、で、エルトリオンさんが HP 特化のなんか攻撃は特に担当しないから、うん、ゼアキア、うん、攻撃しなかったら強いやつで、レノワールが今回リンの武器なんですけど、はい、この BC 出演率もアップするし、うん、で結構ね、その、この武器のエンチャントで全能力 10% とかあるので、
なんかもうこいつだけで強くなる。なるほど、ルノワールすごい、うん、そんなリンを使いまして、はい、で主人公はログスライドね、はい、でログスライドも、うん、なかなか、まあ、攻防 10%15% とかの、まあ、なんか基本的な攻防アップかな、うんうん、つけました。でうちのランセル君はマルキロディン、マルキロディン、うん、かわいい。でまあ HP 攻撃のバランス方、はいはい。でサブの方が、まあ、ロイに関しては専用スフィアをつけたんですけど、はい、衝撃弾もそんなにあんまり恩恵がない。うーん、結構ダメージ食らうんで、はい、だから なんだかんだぼちぼちダメージ食らって、うん、攻撃力10何パーアップの防御10何パーアップに落ち着くんで、あんま変わらないよねって、あのマルキロディンとかとね。ただその分はその、エクストラスキルでなんかこの弱点からのダメージがカットされるけど、そもそも水属性いないから意味ないね。確かに、まあ、割となんか何でもいい。でルカナのマルキロディン、かわいい。で HP 取ったね、かわいい、はい。でセレナはティアットね、かわいい、うん、で攻撃と HP のバランスね、かわいい。でサーシャね、うん、かわいい。でサーシャは専用装備あるんですけど、うん、あのスパーダメだけが上がるのでちょっと怖いんで、はい、防御も上げとく、上げてティアット、うん、はい、かわいい。でボーナスポイントは攻撃とか、なるほど、はい。でリードが、うんうん、まあ、ティアとつけて、うん、でバランス型かな、あ、なんかちょっとまあいいか、まあいいや、攻撃と HP のバランス型、はいはい、そんな感じ。なるほど。で今回は、はい、結構なんか、ね、敵の数が多いので、うん、どうしてもなんかちょいちょい事故るんですよ、うん、なので、はい、動画を用意しました。はい、では動画を見ましょう。はい、というわけでね、よしはですね、よしはね、ストーリーでは本当の甘い気でしたからね、かっこいいなぁ。あ、そう、別に許しちゃうタイプ。よしはかっこいいじゃないですか。おお、はい、じゃあまずポイント1個目、ででん、1ターン目、まあ一応止めますけど、はい、1ターン目というか奇数ターン、奇数のターン、はい、1、3、5、7、9、11、ほやーってやつ、うんうん、に、はい、来ることがあるやつ、来ることがある、なんか書いてますよ、はい、発動しないこともって書いてます。そう、ラストディターレントね、ラストディターレント、烈攻撃が来ることもある、来ることもある、なんか来ないこともある。なるほど。でこの時は、うん、来なかったんだ、来なかった、まあ気まぐれで来るかもってことですね、うん、だからラッキーですね、ラッキー。で続きまして2ターン目、続きまして2ターン目、はい、はい、これねペチさんの手書きなんですよね、イエイ、ちょっと手見え隠れてますね、あ、はい。というわけで偶数のターンにワンスディターレントで単体攻撃なんですけど、多分2回かな、2回、なんかね後半 2,3 回来るけど行こうかですね、うん、でなんか、ね、HP が多いやつが狙われるんですよね。なるほど。なので割とターゲットが分かりやすい。なるほど。だからこの場所だとエルトリオンとランセルが狙われる。うん。だからまあ HP が多いやつが狙われるから、うん、結構事故りにくいんですよね。ああ確かにそうですね。はい、エルトリオンも狙われて、はい、ランセルが狙われる。ランセル狙われた。うん。まあ優しいよね。優しい。はい。で3ターン目も同じようにラストが来るかもしれない。うん。はい、来ましたね。あ、来た。なんかあと普通に普段なんか HP が多いやつを狙ってる気がするんですよね、普通の攻撃もね。ああそうなんですね。なんかね事故りにくいようになってる気がするんですよね。おで、まあ、ワンスは HP が多いやつが狙われて、はい、でなんかランセ狙われるし、本当だ、これリン狙われるし、うん、なんか優しいよねこいつで今回の試練からの仕様で、はい、チェンジがいつでもできる。今なんか思った、軽やかなチェンジだった。そうしかもあのブレフロー1と違って、はい、何回でもできる。へえ。今このターンだから5ターン目入れ替えました、6ターン目もう一回入れ替えますみたいな、あの何ターン待つとかないってことですね。わあすごい。ただまあその部分的な入れ替えはできないけど、うん、だから総入れ替え、総入れ替え、総入れ替えね。でしかも、はい、待ってる人は勝手に BB が溜まってるんですよね、うん、嬉しい。でしかも、はい、さらに HP の 5% 回復するんですよ。片方がピンチだったら片方が殴ってで回復したなと思ったら戻るとか、なるほどな、結構そういうのがありですね、うん、でかつ5ターン目、5ターン目こちらもポイントですね、5ターン目ってデデレッテレーでーん。というわけで、まあ、5ターンごとと、はい、ヨシュアの HP が 80% ぐらい、60% ぐらい、40% ぐらい、まあ、結構、ね、いい加減なんで違ってたら、うん、ごめんなさい、に全体攻撃なので要注意ですよね、要注意。はい、というわけでこのプレイでは5ターン目までピンピンしてる機械のパーティーに食らってもらいます、うん、あ、だから変えるんですね。はい、
これですね。うわー怖い怖い、おー怖っ、すっごいね。で食らうんだけど、はい、食らった君たちはちょっと待っとってみたいな、うん、はーで、HP の 80% 付近が、はい、75% のクリーンのちょっと右なんで、はい、来ますね。はい、来ました。はい。で、こっから、75% を切ると、ちょっとヨシワが怒る。怒るの早いね。ね。で、まあ、もう怒るの怖いんで、はい、その BB 溜まるやつとか、もうどんどん、どんどんいきます。どんどん来る。はい、75% 引きました。引きました。はい、なんか褒められた、なんか愛としてくれるらしい。というわけで、はい、その貴族制パーティーっていう理由がこれですよね。うーん、雷キャラが2体くるなんですけど、はい、あんまりあいつらはすごいことしてこないんで、はい、基本的にはさっき の奇数偶数5ターン目だけを気にする、はい、なるほどね。だからまあそのエミリアとかそのお供をとりあえず倒そうって時にお供を倒す、うん、はい。で、まあ、しばらくちょっとポイント的にはないので、なんかひなペチさんかオリジナルのひなペチさんの落書き見ますか。はい、ひなペチさんの落書き、てれれれてれてれん、おお、宣伝、宣伝です。よかったらフォローしてね、よかったらフォローしてね。はい、迷子なのなの、はい、ちゃんとね。で、あのポイント的には5ターンごとのやつは、うん、こいつらが食らってもらうパーツ、食らってもらう戦略。なるほどね。でもずっとカードするんでね。はいはいはい。はい、戻した。で、XBB もそのランセルエルトリオンで使えるし、うん、麻痺も治るので、はい、そう、あのエミリアがちょこちょこ麻痺してくるんですけど、はい、XBB だったら治るんですよね。あー、そっかそっか。はい、下手くそ。はい、下手くそ。ジャスト2個もありましたよ。まあ、というわけで、まあ、XBB とエルトリオンの、はい、あの BB で回復しながら、はい、まあ、XBB も挟みつつ控えもおとりにしながら削っていくって感じですかね。なるほどなるほど。基本のこの3人でやるときが一番事故りやすいんで、ほんと、あともう敵同士がスパークしたらもうね怖いので、はい、だからもうほんと敵が3人いるときに全力でいく、ほうほう、まあそのね ALT も使いながら、はい、バーンってね、結構柔らかいんですよね、エミリアとか。あとは、はい、まひらないことを祈る、まひらないことを祈りながら奇数ターンと偶数ターンのやつと、あと5ターンごとに来るやつに注意する、うん、そうですね。まあ、奇数偶数はね来るんだなってぐらいですね。まあね、奇数偶数って言ったら毎ターン来るっていうことですね。そうですね、まあ、5ターンだけ、はい、あのガードしようねっていう、はいはいはい、でこの奇数のラストは、うん、運が悪かったら事故るけど怖いね。まあ、でもなんかね、弱っちいやつを狙わないっぽいので、はい、基本的には結構事故りにくくなってるんですよね、仕様的に。うーん、優しい。まあ、でもどうしても事故ることもあるから、その時はドンマイで15ターン目なんでおとりなんですけど、はい、ちょっと怖いからルカラだけ回復しといてガードしようっていう。なるほどなるほど。ほんとこいつらおとりっすよね、5ターンごとのやつ受け負いに向き合ってくれてる。ちょこちょこなんかね、そのバイスとかが5ターンごとのバフとかあるんですけど、うん、まあいいやってそんなすごくないからポイントだけね、あんまり気にせず、うん、でとりあえずエミリアを倒してほっと一安心ですよね。一安心して、本当に3人いるときが一番怖いね。で次にバイスね、バイス、はい、でバイスの HP が 60% ぐらい、はいはい、でこのバルデッティートっていう技が来て、はい、まあ、全体攻撃なんですけど、その5の倍数と被んなかったらまあいいかなっていう。なんでですか。その、ま、あのエミリアも死んでるので、はい、そこまで HP があれば事故らないかな。なるほどなるほど。でも5の倍数と被ると全体攻撃が2個来るから超怖いじゃないですか。はい、怖い。だからそのバイスの HP の 60% と 40% ぐらいかな、はいはいはい、の時に5のバイスじゃなかったらまあ OK かなって感じですね。なるほど。あれね、あのバルゼティートね、バルゼティートね、オケマルです、はい、はい、
で、まあ、バイスをさっと倒しまして、あれね、ビビ溜まってないかどうしようかなっていう。あー、なるほどなるほど。 XBB 溜まってるな。でその XBB にターンごとの回復あるから、はい、XBB 使おうかみたいな。うわすごいな。はい、上手。おー上手、すごい、初めてファンタスティック見た。さっきもあったよ。え、で、あのバイスさえいなくなっちゃえば、はい、貴族性パーティーにこだわる必要ないので、はい、だからここはもう全力でいっている。なるほどなるほど。そう、エミリアバイスを倒すのに貴族性パーティーがすごい強いよっていう、だから貴族性パーティーが欲しい。なるほど。もうこうなっちゃえばね、はい、あとはもう行くだけだと。行くだけだ。ただその 60% ぐらいにさっきのボタンごとのやつが来るので、うん、60% ごとにボタンごとに、うん、おすごい。そうね、 60% 多分ね、どの辺かね、 50% だからね、あの辺かな、もうちょいぐらいですかね。もうちょいですよね。はい、だと思います。なんか、ね、5% ぐらいで区切っとしよう。ね、買い物で5の倍数なんで、はい、ガードしまして、なんか一気によしよしとるの寂しいですね。ね、なんかね、結構なんか自己ポイントはあったけど、はい、安定はしてるのかなっていう。なるほどなるほど。5の倍数気をつけて、うん、短期決戦でボコる。あ、これ来ましたね。あ、来た来た来た、あの辺ですね。はい、はい、で 50% からは、はいはい、レレレレレレ、そう、行動が変わるんですよ。すげー見やすい。変わる。レレン、はい、これね、このフレアブリリアンス、フレアブリリアンス、フローズブリリアンス、リーピーブリリアンス、ボルトブリリアンス、そう、この毎ターン列攻撃をなんか順番に打ってくる、はい、なので今回はフローズなので、そのフレアはこのパーティー怖いじゃないですか、はい、怖いね。なんで、まあ、そこをねパーティー切り替えながら調整したりね。ああなるほど。じゃあ 50%HP 超えたら一瞬貴族性パーティーじゃないのにして、そうですね、まあ、それでもいいですよね。しのいでとかですか。で、あの5ターンごとのやつはなくなりました、はい、おーなるほど、まあ、40% で回復できたね。なのでこのターンがそのリーフィー、はい、だけ来る。なるほどなるほど。リーフィーだかな、ワンスも来るのかな、うん、リーフィー来まして、あ、ワンスも来るんだ。でも5ターンごとのやつね、来ないっていうのはね、ね、あのでかいやつがね、来ないのは嬉しいですね。うん。で、40% ぐらい、ここかな、これ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 。はい、ポルトブリリアンス。はい、40%。はい、40%。はい、止めます、ちょっと。はい、40% になると、はい、こちら。はい。すごい、文字をね、なんか塗ってんのすごいですよね。すいません。はい。40% で、はい、この、スメラニの更新ですかね。ファンかな。お茶っぽいですよね、はい、なんてもないで、はい、なんかパラメーターが999ターンがあるんですよ、はい、まあ、ちょっと強くなる、はいはいはい、でさらに 40% から戦闘開始から3ターンごとに、うん、要はだから別に、まあ、いつ 40% になっても3の倍数、うん、だから次33ね、はい、にそのペイルディグニファイっていう、はい、列攻撃がもう一回来るんですよ。なるほど。だからその毎ターン属性の列攻撃が来てて、うん、で3ターンごとに多分光属性の列攻撃が来るので、うん、ちょっと注意しないと事故る。なるほどね。といった感じですかね。はい。でさらに 40% なんで、はい、ここね、はい、あの5ターンごとのあれも来ていると。あれも来ちゃう。来ていると。で死んだと。焼肉さん、焼肉さんで死んじゃうんだ。ちょっと 40% は、ね、結構被るのでいろいろね。はい。まあ怖いね。怖い。で32ターン目に、はい、今なんだっけなみたいな。削ります、はい、あ、フレアだったわみたいなね。ボルトじゃなかったみたいな、これ、ね、これね、そういう状況ですね。あーなるほどね。で33ターン目に、はい、列のやつも来るので、これも来ますね。ルカナで回復しといて、はい、ガードですね、まあ、フローズ来ます、ペイル来ます。これ結構怖いですよね本当。はい、まあそんな感じで、まあ、気をつけつつですかね。はい、
はい、来ました。来ました。はい、こちらね。最後、お技。待ってね。お。はい、これね。最後の技。でれれれれ。でれれれ。すごい書いてある。なんかヨシュアおる。ヨシュアだよ。お前に耐えられるか。はい、というわけで、でかつこの時はこれ以外は打ってこないんで。おお、そうなんだ。だから3の倍数とかにかぶせれば、うん、その3、さっきの3の倍数のやつは打ってこないから、うん、ラッキー。なるほどね。でかつあの第2のシーンの時にモザゲと、はい、なんかブレフロー2は大技の準備中にダメージ取るから取れっすよねみたいな言ってたんですけど、なんとこのヨシはダメージが取れません。おお、もうブレフローっぽくなってきたね。ブレフローっぽい。というわけで大技は食らうしかないので、うん、しっかり回復してガードしましょう。はい。というわけで耐えられんのって言われて準備期間を、うん、まあ当然こっちですよね、うん、まあこれに関してはなんか五行パーティーが強い人は、はい、どっちでもどっちを捨てるか任せる。はいはいはい、なるほどなるほど。まあどっちかでね、おとりにした方が安全かな。でどうしよっかな、回復薬もったいねえな、どうしよっかな。あ、でも XB 溜まってんな。というわけで使いました。なるほどなるほど。というわけでサーシャとロイの XBB で4人を回復して彼らには死んでもらうっていう。さすがですよ、ファンタスティックですよ。初めて見た。3回目か4回ぐらい。かっこいい。ほら、ダメージが通らないですね。ほら。でガードしますと。はい。でみんな回復します。おお。アップね。というわけでね、前回だったらギリギリって感じですかね。なるほどね。うわー怖ー。ただもうここから何もないので。はい、あとはもう45ターン以内頑張ろう。結構ねチキってるんで、はい、本当はもっとね攻めてもいいんですよね。というわけで割とこっからはゴリゴリいって、あと4ターンかって感じですかね。ボルトラも使ってグググイッと。やっぱね貴族性パーティーはねダブルランセルってこともあって、はい、かなり火力が高いんですよね。なるほどなるほど。さっきのね、あのパーティー2の方はどうしてもね、あの5属性以上乗ってないとその攻防アップがなかなかないのでね。うん、まあでもね溜まってるからゴリゴリ行こうっていう。あれですね、サーシャとロイのウォルタナ余ってるのもったいないですね。もったいない、超もったいないですね。もったいないあれですよね、ほんとね、あのビービー溜まってたりウォルタナ余ってる状態で死んじゃうとうおーってなりますよ ね、 ですね。お前かーみたいな。まあ、使いながら、うん、ね、本当にこのパーティーねこればっかだからね。 XBB 何回打つんだろう。うまい、うまい、すごい。なんかね嫌でも慣れるんですよねこのパーティーまあ回復しながら、はい、おー、はい、あと2ターンいけるのか。うん、まあダブルスフィアとかだったらもうちょっと余裕があるんで、はい、まあ、あとはねこんな感じで、はい、気をつけながらですかね。お、44ターン目。はい。もうちょい。もうちょい。え？え？まあまあまあ、さすがにいけるっしょ。で最後のターンは、はい、もう回復なんてしてる場合じゃないので、回復はしません。はい。はい、ね、うわーすごーい。まあ割とね、はい、まあ、どうしてもその敵の数が多かったり、はい、ランダム要素があるのでこれ通りってないかわけにはいかないですけど、うん、まあ大体ほとんど敵の紹介はできたかなっていう。あ、ポイントとかもね、うん、いろいろ分かりましたし ね、 ね、すごいっすよねこのテロップ。いやーテロップ、ね、誰書いたんですかね、優秀だなー、ね、テロップいらず、イエーイはい、すごい。それでは前回私が出演したドクター M のブレフロ研究室のコメントを紹介していきたいと思います。はいはい、ということでですね、ブレフロ2新ユニット重欲の破壊者ということで第13回のコメント紹介していきたいと思います。はい、まずは地中さん、はい、うちも他の人の動画見てないんだな。お、見てないですか。そんなことないですよ。見ました。これちなみに何のお話をしてるかというと、はい、XBB うまく打てないってされたんですよ。イエス、
あのドクターがいい動画あるよって教えてくれたんですけどはい、はい、まああれっすよね、あれそう、これね、あれ勉強したあれっすよ、そう、連打はなんか指何本かでやるといいんですよって。では次、ナオさん、はい、ドロップキャラはトレジャーユニットでええやん、何そのかっこいいの。でもなんかスッて脳に来ないね。カタカナ、そう、カタカナ難しいんだよね。トレジャーを今翻訳できない。そう、うん、採掘、採掘、あ、難しいっす。そう、うちらアホだからね、はい、ちょっとね、わかんないです。はい、では次、紫さん、はい、現状では一段属性付与は使いづらいので SBB を属性付与プラス各々の BB でのバフがあってもよかったんじゃ。確かに、ね、ダルマンシェルの情報修正の前例もありますし、ドクターの力で何とかなりませんかとのことですけど、ドクター、まあ、ブレフロ1で属性付与が優秀づいたから、結構多分様子見てるんですよね、ブレフロ2は。なるほど、まあ今後ですよね、今後、今後に期待、うん、はい、では次、鳥山さん、うん、課金ユニットの逆なら無料ユニットとかでいいんでない、うん、それすごいね、アホに分かりやすい。スッてくる、スッてきちゃった、スッてきますね。はい、では次、はい、コロコロさん、はい、はい、ドクターに質問です。絆召喚で廃止されるキャラの中で複数体育ててもいいにと言いますか、とのことですが、うん、あれですよね、無課金の方は、はい、光属性と雷属性が、はい、結構いないので。確かに、なんかエミリアとかハイトとか、はいはいはい、あの列できるやつ、はい、でアリーナとか行ってもいいのかなっていう。なるほどなるほど。あとはまあリードとかも強いけど複数はいらんな。ルカナは、ルカナも複数はいらんかな。まあ、ルカナは複数育てると可愛いのでおすすめです。はい、はい、田中一郎さんかな、はい、かっこいいはミセルで可愛いはカニかな。お、ほら、可愛いカニって言ってるよ。逆だよ逆だよ、ミセルが可愛いんだよ。かっこいいがカニ、ロディンじゃない、うん、いや、ロディンですよ。はい、というわけで皆さんコメントありがとうございました。というわけで、こちらの動画にもぜひ皆さん高評価、そしてチャンネル登録、そしてコメントをまたまたお待ちしております。それではまた次回まで、バイバーイ。